バルーンカテーテルは大きく分けると、オーバーザワイヤー型、ラピッドエクスチェンジ型になりますが、現在はほとんどラピッドエクスチェンジ型が使われています。それではバルーンカテーテルの準備について説明いたします。バルーンカテーテルはホルダー内に生理的食塩水を流し込んで十分洗っていただいた後、バルーンのエア抜きを行います。バルーンのエア抜きは散歩活線を使用した方法といろいろございますけれども、ここでは私が日頃行っている方法を一例として提示いたします。シリンジ内に造影剤と生理食塩水を1対1に混ぜたものを用意します。バルーンのポートにシリンジを装着していただいて陰圧をかけます。陰圧を解除していただいて、シリンジ内にたまったエアを一度追い出していただきます。再度バルーンに装着してもう一度陰圧をかけていただきます。この時バルーン内に残存しているエアが抜けてきて、これでほとんどバルーンの中のエアはバルーンの中にエアは存在しなくなります。もう一度ぐらい念のために同じ操作を繰り返していただきますと、完全にバルーンの内のエアは排除された状態になります。これでバルーンの準備を終わります。バルーンカテーテルの準備が整いましたら、狭間ホルダーからバルーンカテーテルを取り出します。第二術者がおられる場合にはバルーンのテールを第二術者に預けるようにしてもらいます。渦巻きホルダーからバルーンカテーテルを取り出してスタイレットを抜去します。それではバルーンカテーテルをワイヤーに乗せます。まずインサーターを外していただきます。ワイヤーにバルーンカテーテルを乗せる際にはワイヤーのテールを指の腹に乗せていただくとバルーンにワイヤーの挿入は可能になります。よく浮かせて乗せようとされる方がございますが、これでは非常に乗せるのが難しくなります。ワイヤーのテールを指の腹に乗せていただきますと奥行きは固定いたしますので、前後方向にだけワイヤーをバルーンのティップを動かしていただきますと容易にバルーンのテールをワイヤーのテールをバルーンに乗せることが可能になります。バルーンをガイディングカテーテル内に挿入いたします。この場合ワイヤーのテールを第二術者にホールドしていただくと操作が楽になります。送り込む場合にはできるだけ、バルーンはストレートに、保持してください。でないとワイヤーを冠動脈内へ強く押し込むことになってしまいます。ワイヤーのエクジットポート、バルーンカテーテルのワイヤーエクジットポートが来たところで、持ち直します。ワイヤーとワイヤーを親指と人差し指で強く握っていただいて、さらにバルーンカテーテルを押し込んでいきます。この場合もできるだけストレートになるように、またあまり離れたところにをつかまないように、近くの部分をつかんで頻回に細かく動かしていただく方がシステム全体が動くことなく安定した状態でバルーンカテーテルをガイディングカテーテル内に挿入することが可能です。バルーンカテーテルのワイヤーマーカーが来たところでバルーンカテーテルにインフレーションデバイスを装着いたします。バルーンカテーテルのシャフトのマーカーが Y コネクターの位置まで来たところでバルーンカテーテルにインフレーションデバイスを用意します。インフレーションデバイスにはあらかじめ生理的食塩水と造影剤を1対1で配合した液を用意しておきます。もう一度エア抜きを確認していただいて、
インフレーションデバイスをバルーンカテーテルに装着します。